北口荒木駅は千葉県阿弥子市荒木にある東日本旅客鉄道成田線の駅である島式ホーム一面2線を有する地上駅2006年にはホームのリフレッシュ工事が行われたかつては阿弥子型にコンクリート製の駅舎があったが現在は取り壊されて出入り口も閉鎖されている長らく無人駅だったが利用者の増加などに伴い 1998年12月からは、湖北駅管理の業務委託駅となって、早朝、深夜を除いて駅員が配置されるようになった。業務は、JR 東日本ステーションサービスに委託している。現在の京城駅舎は、2016年6月26日に、改札口及び南口の部分供用を開始し、2017年1月24日に、完全供用を開始した。 2021年5月現在、駅員は昼間の8時20分から19時30分まで配置されている。それ以外の時間帯は無人となるため乗車駅証明書を受け取る。京城駅舎共用開始前は列車が到着するたびに駅員が駅事務室からこの改札に出向き、ホームから外に出る乗客のチェックのみを行っていた。外からホームに入る乗客は 改札をそのまま通り抜けて、ホームの中ほどにある、駅事務室で切符を購入していた。窓口で購入した乗車券には改札チケッターの夏印があるが、券売機で購入した券には夏印しない。駅事務室には、ポス端末の設置された、友人窓口の他自動券売機が一台ある。丸スタンマツはなく、追加定期券、指定席券、企画乗車券の購入はできない。 現在は廃止されたが、券売機で、特内フリー乗車券とホリデーパスが発売されていた。クレジットカードによる乗車券の購入はできないが、ビュー商品券による購入は可能である。南口はロータリーが整備されており、バス乗り場がある。一方北口は、国道356号から分かれる細い道路の奥に位置している。 南口と北口にそれぞれ駐輪場が整備されている。トイレは、京上駅舎の中の改札外に設置されている。2017年2月8日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。前日の通り、当駅では上下線とも基本的に一番線を使用するため、番線ではなく、方向によって別々の曲を使用している。なお、 五両編成の列車は発車メロディを使用しない。2019年度の1日平均乗車人員は2871人である。JR 東日本及び千葉県東計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。阿孫子市立ふさみな小学校区画整理事業の対象となった南口駅前は宅地造成が進み、沿線人口も増加している。 南口周辺は、阿ビ子市の定める禁煙重点地域となっている。2006年9月1日から2008年10月24日まで、入党法が、阿ビ子駅栄町留角時代4丁目行の深夜バスを運行していた。注釈してん公資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。